皆さんこんばんは。マウンタンのブレードワーバンドやっていきたいと思います。さあ今スノーの町に来てるんですけれども、ここね自分の町でありますので、まあここのクエストも受けようじゃないかということでね、ギルドマスターのところに来ております。さあクエスト、サルコスまでワインダルを届けます。では行きましょう。ここね、今どことも戦争してないのでね、余裕しゃくしゃくじゃないでしょうか。いい感じにいますね。はい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 。さあとりあえず心待機、お馬さんついてくる。心待機だな。よし、馬部隊はこちらへ来い。行こうか。こっち来るかな。さあ。ティア。人たちが育ってくんないとね。うん、特にいらないかな。よし、おレザリットレベル上がった。いいね。特技は体力上げて、はい、乗馬上げなきゃいけないな。よし、おう上がるね。よし、こんなもんか。上がるの少ないな。まサルゴス向かいましょう。さあいつどこで戦争が起こるかわからないですからね。フィレンテスが上がった。特技はフィレンテスも戦闘寄りの人間か。乗馬上げるか。乗馬4にすればね、軍馬が、要は自分と一緒に動けますのでね。弓か。弓はもうね、マックスだね。よし。狙撃兵か。違う。サラン弓兵か。まあ、しょうがない。上げとくか。はい。さあ、サルゴス向かいましょう。そこ行き止まりでしょう。はい。はい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 。ガイロじゃねえな。ガイロじゃなかった。宿屋だ。酒場の店主を持ってきたぞ。よし。すぐ帰るさ。と言って、トーナメントに参加する。さあ。おっと、やる気満々じゃないか。
やってんだ。そして私の出場が認められた。まだ認めてくれんの？ありがたいね。33か。そう。オッケー。着実にヘッドショット狙っていきましょう。ないんですけどね、ヘッドショットっていう項目は。こっちか。さあ行こう。ミニか。おっ。おお、これこれ。おっ。おっ、すげえ。危ねえな。さあ、ダシュバルとの対決か。カウンターでいきましょう。ほっ、甘いか。トゥイヤー、ほっ、トゥイヤー。よし、無事に勝ちました。で、とりあえず市場へ行って、食料だな。干し肉、ぶどう、オリーブあたり追加しとこうか。ああ、小麦もね。どうでこのクエスト受けるか分かんないから。よし、さーて、クイーンは困ってることないかな。村の中心へ行く。どこだ。地下もしかして。いや違うな。村長どこだ。あ、いた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 。よし。そう。力になることも何もないんかい。ないんかい。どうすかな。シェルペギとか行くか。あ、ボールチャがレベル上がった。ボールチャ。見づらいけど、この人は知性だったよね。はい。追跡術。訓練もマックスになっちゃったしな。あと上げんの応急手当ぐらいしかなくなっちゃうけど、ちょっとでも火力上げとくべきか。うん、上げるもんがないね。あ、でも次30になったら上げたいのがいくつかあるから、このままにしときましょう。おお、レベル上がるね。はい。よし。こんなもんか。はい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 。中心に行く。さあ、どこにいるかな？あ、いた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 。村長よ。困ってることないか。何もないんかい。とかね、すんのに戻るか。うん、すんのに戻っても特にこれといってあれだな。でもあれか、とりあえずここら辺でレベル上がった人たちをしまっちゃおうか。あれ、媒質ツールって何もレベル上がったの？あ、上がってるね。乗馬が3か。便所上げないと無理じゃん。
とりあえず強打だな。火力上げましょう。よし、スノに行って守備隊編成、ロドック狙撃兵配備、歩兵長配備。まあサラン弓兵は弓兵で配備しとこうか。ハスカール配備。さあ、あとはロドック土兵、熟練土兵もいるしな。だいぶめんどくさいな、めんどくさいな。いっか、あれにしちゃうか。ノルドだけにしてみる。ここにはとりあえず数配備しちゃって、はい、まあここら辺の馬部隊とあともうノルトだけにしちゃうか。18弓兵いればいいでしょう。ちょっと集めよう。そう、アップグレード可能。狙撃兵ね。まあそのままでいいでしょう。はい、あ、間違えた。こっちだ。志願兵、ノルド新兵よ。やっぱハスカールだよね、欲しいのは。もうがっつりも育てましょうか。やっぱね、まとめて育てちゃった方がいいような気がするね。60なら60的な感じでね。志願兵、あ、ベージャーだ、こっち。こっちは。おお。アップグレードした。歩兵。よし。志願兵、ノルド新兵。さあ、さらに行こう。志願兵、ノルド新兵。せっかくだ。ウェルティグは ?264 か。結構は、ハスカール72ってきついな、ここな。まあ、何かクエストあるかな。さあ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 、この上だね。よし。はいはいはい、何かあるか。仕事はないか。ああ、身代金ですね。よし、よろかろう。立ち去る。ルルディ聞いたことあるな。ルルディは聞いたことあるぞ。あったね、ここですね。はい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 、アップグレード可能。新兵、はい。ここはベージャーか。ノルド新兵だね。89か、結構だね。アンベアン行こうか。はい、よし。これノルド新兵ね。よし、じゃあルルディ向かいましょう。はいはい、よし、アップグレード可能。ガンガンレベル上げていこう。はい、よし。カーギットとサランチョね。よしよしよし。さあルルディ付近に、身の代金を要求。あ、そっちかい。さあとりあえず、ほら、お金だ。だが待ってもらおう。邪魔してすまない。なわけないだろう。ついてこい、騎兵ついてこい。
一息。3兵まではすぐ上がるんですよね。問題はこっから先ですよ。ハスカールの量産が難しい。まあ装備は特にいらないかな。よし、さあ娘さんよ、一緒に来てください。タルバール大公、とりあえずどこでクエスト受けたっけ。ウェルチグか、結構上だな。よし、行きましょう。ほう、アップグレード可能。古参兵ノルド戦士、うん、よし。おっと、ウェルチグ、さあ行こう。そっか、ノルドとどっか戦争やってんのかな。はい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 。おお、誘拐された娘のレベルが6に上がったってすごいね。ついてきてるだけで上がっちゃいますよ。よし、お、どこ行きだ。はい、こっちだよ。はいはい、海賊みたいな敵はいなかったか。あ、アルメンラ城、ちょっとその暇はないな。ガイロ行く。さあ、やばいな、誘拐された娘さんが帰ってきたらレベル6になってましたって。よし、さあ立ち去りましょう。パーティー規模としてはちょうどいいね。あ、そうだ、あれいないかな、宿屋。奴隷商の方はいらっしゃらないですね。さあクリン城行きますか。いや、クリン城かな、ここだな。お最前基地になるな。レベルアップ可能。はい、ノルド戦士が古参兵になってくね。よし、レイバーデン、ここどうだったっけな、兵力。これ自分のお城だよね。だね。あー、微妙か。歩兵長とでも狙撃兵はいますね。いるけど、ああ、狙撃兵削っちゃうのはちょっとまずいかな。入れくんないと困っちゃうな。
まあただでも必要最低限だけにしたいよな。ちょっとこれ全部配備しちゃう。これの強い方々ここに入れとこう。うん、小隊長もね、大間さん部隊はそのうち引きましょうか。こんなもんか。85。なんか育てんのいるかな。いないね。ここはここでいいか。ここあれだね、思いのほか民衆の歓迎度が低いですね。漁師の、これはなんとかしないといいかもな。どこだ、ここか。いたな。おっ、フィールドマスターよ。仕事はないか。承知した。セーブをして。いたな。逃がすな。よし、捕まえた。出てこい。ここで待機。おっと、経験値入るね。付属狙撃兵になるか。まあしばらく待ってもらって。168か。まあ人数的には上々じゃないかね。よし、とりあえず、そっか、アップグレードして減らす、配備する。でこれ入れてけ。いいや、代わりにね。これで交換が効いたね。オッケー。ガイロ。ギルドマスターよ。よし、仕事はないか。シャリズまでだな。オッケー。行こう。そうだ。シャリズはどうせ下の方だろう。こっちだな。オッケー。さて大丈夫かな。はい、はいはいはい。ロドン王国がサラン朝に対し宣戦布告をしたって、ちょうどさ、これから行くとこなんですけど。マジかよ、やってくれたな。とりあえず手前の城落とすか。大丈夫かな。いやー怖い。はい、アップグレード可能。はい、よし。まあ脱走兵とかいるじゃない。歩兵、まあ戦ってもいいんだけど、ちょっと今はねそれどころじゃないよね。いるよ、いるよ、いるよ。アホみたいな感じいるじゃないの。はい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 、こうやってついてきて。
これやばいんじゃない？大丈夫？不安しかないけど。めっちゃどこ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 行ってっけど、いっぱい行っけど、待って。これ行けねえじゃんな、どう考えてもな。どうすんだこれ。どうすんだこれ。どうやったらそこを入れてくれんのこれ。ねえ、これどうしろってるの。いや、別に戦争する気ないんだけどさ。はい。とりあえず、こう、どいて、よし。おい、くしょ。危ない。いや、命がけだよ、こっちは。ここは、やべ、319だったよ、もともとの人数が。やばいね、逃げなきゃ。とりあえず削っとくか、ここら辺。あ、アップグレード可能。さあて、上の方に置いといて。やばいんじゃないの？やばいんじゃないの？お、危ね。おい。脱走兵で我慢するか。よし。ちょっと待ちなさい。これはね、これ待機でいいね、弓兵さんは。で、歩兵は、ここら辺で待機。大間さんついてこい。さあ、ちょっと敵の偵察ですね。敵の向き的に、こっちから来るっぽい。いや、来てるね。よし、こっちの方行ってましょう。弓兵が撃ってますからね。で、大間さんは3人しかいないから、奇襲係です。引き寄せてからだな。はい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 。敵が来るの待ちましょう。よし、来た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 。さあ、生きてるね。生きてるけど、走ることによってね。いいよ。おう。いいよ。ダメージ食らってないっていうね。よし、勝ったか。いるな。いいよ。まだいるな、残りの敵が。ついてこい。さあ、一旦集まるんだ。さあ、迎え撃ちましょう。さあ、十分ですかね。これ全部かい？よし。
ほら、うん、こう、9のダメージ。よし、敵を打ち負かしたぞ。連れていこう。人狩りやっとくか。大間さん部隊増やそうか。ちょっとね、お、騎士になったじゃない。もう一気にハスカールにレベル上がりそうだね。はい、結構食料なくなってきたね。おお、脱走兵いっぱいいるね。捕まえろ。よし、サラン朝はノルド王国とも戦争やってるね。これはチャンスでしょう。大間さんついてこい。さあ、うんーと当たってない。とうリア、負傷者が出てるけど、まあ勝ったからよかった。メジャー騎兵はとうでもないでしょう。歩兵は入れてもいいかな。リュクレンド兵も入れようか。ノルド戦士も入れようか。よし、3兵にレベルアップ。とがり奴隷用にレベルアップ。まあこんなとこでしょう。よし、おー、斧か。で、よし、だって春回り行こうか。さーて、どうしよっかな。まずはね、周りを落とさないとだよね。まずは市場来たよ。あぶね。うわっ、うわっ、とうあぶねな。うわっ、とうどうだ、嫌がったな。うわっ、あぶねえな。よし、はい、春回る。市場へ行こうか。雑貨屋さん。軍馬、軍馬。準備してんだけどね、軍馬ね。ソーセージ。リンゴ、小麦、小麦、パン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 。蜂蜜。よし。武器は、なんかこれ強そうだな。40の30、これ強そうだな。
ちょっとこれ買ってみようか。ちょっとこうしてみようかな。よし。他なんかあるかな。うん、なさそうだね。よし。さーて、とりあえずサランチョウか。まずはここら辺を潰すべきだよね、当然なことながら。あ、リベンジする、リベンジできる場所があるじゃないか。ここか。ちょっとレイバーで行こうか。リベンジできる場所があるじゃないか。やっぱね、城落とすよりもね、あれだと思う、街を落とした方がいいような気がする。はい。はい、ノルド戦士。はい、熟練土兵。絶対そっちの方がいいよね。街を落とした方がいいよね。で、ねなるなら街の方がいい。よし。敵は弱ってるだろう。守備隊を編成。ハスカール。はい。ちょっと様子見ようか。どれぐらいの数いる？はい。奴隷も奴隷狩りにレベルアップ。さあ、どれぐらいの数いるかな？これは、相手農民とか言ってるけど、弱い者いじめしかできねえのか。さあ、九段どれぐらいの兵力いるかな。221か。なんかダメージを負ってる人たちがいるね。敗北した人たちがここら辺にいるか。221か、多いな。もう逃げんのか、逃げんのか。おーおーおー、おやべえな、数が増えてきたさ。おー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 おお、ちょっと数減らしたいな。うん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 、さ、逃げたか。うん、やべえ、ハキムがいた。あぶねえ。捕まえろー。捕まんないね。何と戦ってる？ラファルドとこれで、相手の数がちょっと多いか？わかりちったな。捕まらんぞ。追っかけ回してけど捕まらんぞ。ちょっと捕まったね。はい、数を減らしていきましょう。ちょっと待った、もういるの？マジか、ついてこい。歩兵はね、もうちょっと前で耐えてたな。そんなところにいるの？ちょっとこっちだね。こちらとしてもちょっと考えなくては。お馬さんパーティーにこっち来てもらう。奇襲を仕掛けるのでね、必要ですからね。おーおーおーおお、これはドンキだな。うわっ、うわっ、you
背後からの攻撃を盾にしている。さすが。やられたな、ちょっとね。2名ほどやられてしまいましたね。まあ、騎士を連れていく。狙撃兵、歩兵長、濡れ狩りにレベルアップ。結構やられたな。まあ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 、大間さん大丈夫？大して強くないかな。両片手、長さこっちの方があるけどな。ただもともとこれな、両手で持つもんでしょ。ちょっとあんましあれかもしんないな。こっちの方がいいかな。いや、速さこっちの方が速いな。もうちょっとこっち使ってみるか。さて、220いくつか。ちょっときつくねえか。追い剥ぎ、追い剥ぎを相手にしてる場合ではないんだよね。うん、どうしよっかね。とりあえず守備隊編成、ハスカール4、レベルアップしとこうか。うん、もうちょっと頑張ろう。レベル上げに偵察がてらね。ここら辺はデロキオス城107、落とせるな。ただ城落とすのめんどくさいね。アップグレード可能。はい、こんなもんか。よし、あとはこちら何やってるんだ。ふざけたことをやってるんじゃなかろうな。襲撃だと。この人はあれだったか。あんまし仲のいい方でしたね。自分の敵はあのタブを巻いてる人たちですからね、もともと。さあ、リンダヤール184。ここはちょっと硬いね。リバチグも硬いしな。現実的に行くとやっぱり九段だね。レイバデンからのここの兵士の輸送で。ウェルチグはねちょっときついと思う。うん、
アメレの近くか。デロキウス城も落とせるけどな。結局問題があるんですよね。はい。問題というのが、あれなんですよ。カーギットとロドックね。多分ですけど、この城ね、ハリンゴス城ね、結局ね、誰の持ち物にもなってないと思うんだよね。お？ハルダース号が勢力伸ばしてきてるな。よし。欲しいですってやんなかったからね。で、誰にも与えられずと。多分ね、まあ、守りいないんじゃない？ケルダレンジュいらないよ。欲しいのは町だけです。てか持ちすぎるとね、あの非効率なあの徴税っていうのがあるので、ちょっとね、あんまし持ちすぎるのよろしくないんですよね。ここほら6だって、これまずいよね。こんなで統一ができるのかという。よし、守備隊編成。とりあえず狙撃兵にして配備で熟練度兵増やすか。その分熟練度兵を20ぐらいにして、この人もこっちでいいか。騎士もね、ある程度育ったら、こんな感じかな。で、ハイビー。よし。あと何かいる？まあ、まだまだロドックはいるんだけどね。とりあえずこんなもんかな。ということで、今回はここまでにしたいと思います。おー、いっぱいいますね。次回以降もね。そうだな。ちょっとだけレベル上げてから、九段攻めるかな。どうすっかな。やっぱね、スワディアが2つしかないから早く滅ぼしたいですよね。数減らさないとね、ちょっと大変だよね。まあ、とりあえずは、もし狙うとしたら、九段のこっちですかね。ウェルチェがちょっとハスカールがね、70いくつっていうのはちょっときついよね。まあ、数攻めればいけますけどね。クリン城からウェルチェグよりも、レイバテンから九段の方が近いからね、輸送するのに。大きな人落としちゃいましょうか。九段落とせばこの3つ入るんじゃない？多分ね。まあ、そんな感じでやっていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。